時の階段上り詰めると君と出会える、そんな気がして、紡ぐ時間の糸は時には絡まり、時には外れて思い通りにはいかない、素直になれない気持ちと同じ、君に結びついているなら昔から何度も繰り返して見る夢がある。その夢の中では武器を携えてモンスターを倒していく。すると彼女は決まって俺にこう言うんだ。ありがとう、タキオ。ここはどこだ？俺、どうしてこんなところに？あれ？カイト？奥に行こう。待って！ここはどこなんだろう。オンラインゲームザワールドのエリアみたいに見えるぞ。この人は勇者カイト、ザワールドファンにとって伝説的存在だ。10年以上も前に引退したって噂だったけど、あれ、俺なんでカイトと一緒に冒険してるんだ？そうか、これは夢だな。俺、夢の中でゲームをしてるんだ。これから戦いの基本を教えるよ。さあ、行こう。
そうだ。こっちだ。いい感じ。ここがエリアの一番奥みたいだぞ。あれ？カイト？どうしたの？もう限界みたいだ。これ以上君の意識と同調し続けることはできない。ここからは君がやるんだ。僕の仲間たち、黄昏の騎士団の力を借りて。君が勇者になるんだ。カイト？待って、カイト！なんだよこれ。なんかおかしいぞ。本当に夢なのか？あ、なんか少しずつ思い出してきた。そうだ、あの日、いつもの夢の、あのお姫様によく似た女の子が転校してきて。サイカです。かわいい。おい、時を邪魔だって。見えねえだろ。そっくりだ、夢の中のあの子に。昼休み、俺は彼女に呼び出されて屋上に行ったんだ。ちゃん、俺に用って？ずっと見てたの、あなたのこと。
あなたは私の勇者様。さあ、ディスクを。なんだ？あれ？ここ？ザ・ワンド・リビジョン X の幕穴じゃないか！何が起こったのか、わからなかった。俺は、憧れのオンラインゲーム、ザ・ワールド・リビジョン X のタウンに立っていた。でも、そこは石像だけが並ぶ廃墟だったんだ。ん？これは？ん？やれやれ、他にもまだいたのかよ。めんどくさいな。うわー、やめろ、振り上げる。拳銃を持った黒ずくめの男、フリューゲル。そいつに撃たれそうになったところを助けてくれたのはザ・ワールドの英雄、勇者カイトだったの。はいはい、三刀円魂。やっぱり強いね、黄昏の騎士団リーダー、蒼炎のカイト。まともにやっちゃ少し分が悪いか。魔装ナハトマート、ガード不能の爆弾だ。破壊力はでかいが、飛ぶ速度がいまいち呪いのが欠点でね。そっち投げるけど、お前さんなら買わせるよ。 100% 余裕で買わせる。後ろのやつはどうか知らないけどね。え？チェックメイト。カイト！ジュジュブリーダーレッスル、時間を食らう石化の魔弾を味わいな。次はお前さんってわけ。
どこから潜り込んできたんだか。ま、悪く思うなよ。お仕事なんでね。撃たれたの？俺、あ、何するんだこの野郎、ものすごく痛いだろ。バカな、咳がしない。ブリーラーレステルが効かない。君は一体。なぜかはわからないけど、君には不思議な力があるようだ。こうして出会えたのは何かの運命かもしれない。君に頼みがある。アカシャ版に行ってほしい。そして僕の仲間たちを、ザ・ワールドを救ってくれ。勇者になるんだ。カイト！俺をかばったせいでカイト石像にされてしまった。でもカイトは俺を逃がすために最後の手段を使ったんだ。こいつ、最後の力でデータドレインを暴走させるつもりか。まずい、巻き込まれる。黄昏の騎士団の力を借りて、君が勇者になるんだ。冷めたオパね。オイラの名はトキランディ。お前の命の恩人オパよ。感謝するオパ。俺ずっと寝てた。さっきのは夢？ん？ここはどこだ？ここはデータ先行艦グランホエール。サイカがアクセスしてくる時間オパ。え？あ！サイカちゃん？ホロビジョンの調整が難しいわね。まあいいわ、そのうち慣れるでしょう。それはそれとして、時を。このバカ！バカ？せっかく私が苦労してここまでこぎつけたっていうのに、勝手にフラフラしてんじゃないわよ、このバカったれ。誰？改めて自己紹介するわ。私は天城サイカ。言っとくけど、今からあんたは私のしもべよ。するとやっぱり俺はゲームの
ザ・ワールド・リビジョン X の中に入ってるんだ。すげえ。俺が勇者ってこと？勇者トキオ？これから大冒険が始まるんだ。本当にこれすっごい嬉しい。うおー、テンション上がってきた。うるさい。ビリッときた。何今の？その PC ボディにはいろいろ仕掛けがあるのよ。いい？あんたの使命は赤シャバンの運行を正常に戻すこと。そのために赤シャバンの頂上を目指すのよ。赤シャバン、そういえばカイトも言ってた。赤シャバンはマクアヌにそびえる巨大な塔。表向きは CC 社がゲーム内に建設した管理システムの制御施設ってことになってる。 CC 社はわかる？サイバーコネクト社、ザワールドを運営している会社よ。それは知ってるけど、表向きってどういうこと？そうね、現物を見るのが早いわね。これからマクアヌに行くわよ。中央広場に行きなさい。ここはフリューゲルってやつに襲われた場所か。それにしてもこの石像は一体？黄昏の騎士団よ。CC 社の意に背き、時間を止められた勇者たちの慣れの果て。あっ！カイト！カイトが石になったのは、やっぱり夢じゃなかったんだ。CC 社は、赤シャバンを使って何かを企んでる。その影響で、マクアヌは歪み、廃墟と化したの。それを隠蔽するために CC 社はこのタウンをネットワークから切り離し、自分たちの邪魔をしようとする黄昏の騎士団たちを石像にして封印したのよ。彼らを救うことはザワールドに入り込んだあんたにしかできない。あんただけが赤シャバンの運行を正常に戻し、カイトたちの封印を解くことができるの。中央広場に連れてきたのはこの石像たちを見ておいて欲しかったから。さあ、赤シャバンに行くわよ。うん、まだよくわからないところもあるけど、とりあえずサイカちゃんの言う通りにするか。赤シャバンに行こう。これが赤シャバン？でけえ！てっぺんがかすんでるぞ！メインシステムに改変された形跡があるわ。間違いなくシックザールの仕業ね。シックザール？ CC 社に雇われた連中よ。金のためなら何でもするハッカー集団。あんたを襲った団長のフリューゲルも含めて8人のメンバーで構成されてる。
8人だって？カイトを倒しちゃうような奴らが8人もいるってこと？黄昏の騎士団を石像にしたのもシックザールの仕業よ。赤シャバンを悪用する CC 社、 CC 社の手先となって動くシックザール、ほんと汚い連中よ。でもあいつらの思い通りにはさせない。させるものですか。時を、赤シャバンの中に入って。ああ。でも中に入れって言われても扉がないよ。いいから、もっと近づいて。もっとよ。近づいたって別に。ん？おお！あれ、ここは赤シャバンの中に転送したのよ。ほら、奥に進みなさい。不思議な場所だな。これは記憶の泉。この電子の貯水槽にはザワールドの今までの時間データが蓄積されてる。この中に入れば過去のザワールドに遡ることができる。ここからだと2009年のザワールドリビジョン1にタイムトラベルすることになるわね。2009年、え、タイムトラベル？赤シャバンの真の機能はザワールドの時間を管理することなの。騎士団たちを救うにはどうしても過去に行く必要がある。普通の PC じゃ記憶の泉を通過する際の負荷に耐えられないけれど、ゲームに入り込めたあんたなら時間の壁をも突き抜けることができる。時を、飛び込んで。え？いやいや、ゲームならそういうのは簡単だけど、リアルの俺にしてみればこんな怪しい水に浸かるのは勇気がいるというか。今さら何言ってんのよ。さっさと行きなさい。ゲームの中なのに痛みはあるんだな。これがリビジョン1の幕穴？人がたくさんいるぞ。本当に過去に戻ったんだ。一旦グランホエールに戻るわよ。え？でもグランホエールは2020年にあるんだろ？データ先行艦グランホエールは
赤社版の管理する時間データを移動することができるの。そもそも時間データには頑丈なロックがかけられてるんだけど、あんたがロックを突き破って解除したことでグランホエールも行き来できるようになったってわけ。ほら、ちょうど先行してきたところだわ。グランホエールはあんたにくっついて時間移動する秘密基地って考えればいいわ。ほら、さっさと中に入りなさい。秘密基地、なんかいい響きだ。よし、グランホエールに戻ろう。これからが本番よ、トキオ。あんたが過去のザワールドですべきこと、それズバリクロノコアの探索。クロノコア？クロノコアはアカシャ版の制御データ。アカシャ版の頂上へたどり着くにはクロノコアが4つ必要なの。石像にされる前の黄昏の騎士団たちがクロノコアを持ってるはずよ。じゃあ、早速クロノコアの場所を探ってみるわ。レーダー起動っと。やった、いきなりレーダーに反応あるよ。クロノコアの持ち主が見つかったわ。反応の場所はマクアヌのカオスゲート。さあ行くわよ。マクアヌのカオスゲートに行けばいいんだな。待ちなよ。君さ、あんなこと続けてたら居づらくなっちゃうよ。今度好意の騎士団に会ったらどうするわけ？そうなったらしばらくアクセスしなきゃいいだけさ。そんな、人それぞれ、人の数だけ遊び方があっていいんじゃない？つかさ、気分でも悪くなった？ミミル。ん？何？僕、あんた嫌い。なんですと！ちょっと待ちなさいよ！何よそれも！レーダーに反応したわ。
今転送した子がクロノコアの持ち主よ。俺はどうすれば？残った方に話を聞きなさい。グズグズしないで早く。あのさ、今話してた子知り合い？ん？司のこと？まあそんなところ。君は？俺は俺もそう。俺もそう。へえ。じゃあさ、私と一緒に司を追いかけない？今のままじゃ後味悪いから、追いかけてガツンと言ってやろうと思うんだ。うん、行くよ。私はブランディッシュのミミルです。俺はトキオ、よろしく。それで、司がどこに行ったかわかるの？うん、あいつ行動範囲狭いから多分ここにいると思う。じゃあマクアヌのカオスゲートからエリアに行こう。的な草原エリア、いかにも冒険するぞって感じだ。ワクワクしてきたぞ。じゃあエリアの奥まで行こっか。あ、冒険らしくなってきた。あのさ、ミミル、タウンで司と喧嘩してたみたいだったけど、どうかしたの？ああ、あれ？あいつさ、いつもザワールドにログインしてるんだけど、今まで一人で行動してて、誰とも仲良くなろうとしなかったんだよ。なのに最近、猫の PC とか変な形のモンスターとかと一緒にいるようになってさ、そんなの仕様にないっしょ？チートなんじゃないかって噂になって、それであいつ恋の騎士団に目をつけられちゃったんだ。恋の騎士団？知らないの？自警団みたいなものだよ。一般 PC の集まりなのにザワールドの治安維持を辞任してるの。人数も多いし変に権力を持ってきてるんだ。それでさっき司に注意したんだよ。でもあいつにはヤバいって自覚が全然ないんだよな。よくわからないけど、なんか厄介そうな感じだな。
ッシュ。モモリチルジ。
でも、司はどこだ？ああ、いた、あそこ。あ、待てよ。行っちゃった。急げば追いつくかも。タウンに戻ってカオスゲートで捕まえよう。私たち最強じゃん。逃げるの早すぎ。どこか別のエリアに行っちゃったのかな。心当たりない？あ、そうだ、司のことを気にかけてる人たちが他にもいるんだ。あいつが行きそうなエリアに心当たりがないか、今からその人たちに聞いてくる。何か分かったらメールで連絡するよ。じゃあね。あ、サイカちゃん。変だわ、司の反応が完全に消えてしまってる。私のレーダーでクロノコアを探知できないなんて。いいえ、これはひょっとして妨害されてる。使用外の何かが司と一緒にいる。どういうこと？うるさいわね、今考えてんのよ。そんな怒鳴らなくても。まあいいわ、クロノコアの知り合いと接触できただけでも大収穫よ。ミミルだっけ、彼女の連絡を待ちましょう。よし、ひとまずグランホエールに戻るか。ところに戻ってきたウパ。グランホエール内の施設整備が終わったウパよ。これからはいつでも利用できるウパ。自分で施設を回って確認してみるといいウパよ。グランホエールの施設か、ちょっと見てみよう。司の行きそうなエリアが分かったって。よし、今度こそ司を捕まえるぞ。マクアヌのカオスゲートに行こう。よし、マクアヌのカオスゲートに行こう。
んでくれたんだ。私の知り合いにベアっておじさんがいるんだけど、その人が司のお気に入りのエリアを知ってたんだ。ここだよ。それじゃあマクアヌのカオスゲートからエリアに行こう。了解、行こう。団長、解析が終わりました。データ量の増大以上を示したログが確かにありました。時間的には団長がカイトと戦う直前ですね。団長が接触したという不審な PC は外部からの侵入者だと思われます。現場の調査にはトロンメルとガイストを向かわせています。参ったね。どうも次から次と厄介事が起き上がんの。騎士団を片付けたら今度は不審な侵入者か。ああ、何もかもめんどくさくなってきた。団長のくせに愚痴を言わないの。ちゃんとしなよ。そう言うけどさ、チェロ、そもそもこの仕事はあんま乗り気じゃなかったんだよな。勤務時間は長くて給料は安いし、コーヒーはまずいし、上司のジーニアスはやたら偉そうだし。シックザールの諸君、守備はどうだね。報告します。勇者カイトのフリーズに成功しました。これをもって黄昏の騎士団の排除は完了したことになります。現在は赤シャバンの試験運行を続行中です。よろしい、抜かりなく遂行したまえ。ザワールドに新たな産声を上げるためにな。聞かれてないよな。うわっぶねえ。団長、もっと真面目に仕事をしてください。カイトとの戦闘にしても結果的に封じることには成功しましたが、データドレインの危険性を考慮すれば我々は総力を挙げて戦うべきでした。それなのに団長自らが抜け駆けするとは。ギャーギャーうるせんだよ、メトロノーム。オルゲル、団長が勝ったんだからそれでいいじゃねえか。お前は後始末をする身になったことがないからそんなことが言える。俺がいつお前に尻拭いなんてさせたよ。もう喧嘩やめ。まあとにかくだ、あの PC が何のためにザワールドへやってきたのか、そいつを知る必要があるね。アカシャ版に関心を示すようなら破壊するぞ。とっ捕まえて背後関係を洗いざらい吐かせた後だな。
我らシックザール。リアルでもネットでもくだらないルールに縛られる必要はない。やりたいようにやらせてもらうさ。よし、行こう。司がいるとしたらエリアの一番奥だよ。ああ、さあ冒険開始だ。鎧立ち、ジェットローラー。
扉の向こうから話し声が聞こえるぞ。これ司の声だ。来れる場所だったはずなのに、ここでも僕は逃げてばっかり。僕はただ誰にも邪魔されずに静かにしていたいだけなのに。え、そうなの？本当にそんな場所はあるの？楽勝！
俺ってやっぱ勇者だよな。つかさ、いなくなっちゃったね。タウンに戻ろっか。ああ、そうだな。侵入者なんて言うからどんな害かと思ったら、弱っちそうなボーイじゃねえか。俺たちシックザールの敵じゃねえ。なあガイスト、さっさとぶちのめして帰ろうぜ。さっきメトロノームから指示が来たよ。泳がせろって。あの PC の目的を探りたいらしい。じゃあこのまま尾行続けんのか。めんどくせえ。まあまあトロンメル、文句言わないでさ。ひょっとすると面白いことになるかもよ。だけど、司を心配してる人たちが他にもいるんだ。今度時代にも紹介するよ。じゃあね、今日はありがとう。またな。とりあえずグランホエールに戻るか。